ジョバンニ・フランチェスコ・アネイリオは、イタリアー級ルネサンス音楽の作曲家、聖職者。初期はロック音楽の時代を生き、保守的なローマ学派の一員でありながら、オラトリオの発展に貢献したが、様式的には、パレストリーナ以来の伝統を守って手堅い、声楽ポリフォニーを作曲した。アニ・フェリーチ・アネイリオも、作曲家。厳密な生年月、ピは知られていないが、 創籍に入ることを明らかに若くして決心しており、1583年頃にフィリッポネイリのオラトリオ会と関わるようになった。1595年にサンマルチェロ協会のオルガニストに就任。どうやら1600年にラテラノのサンジョバンニジーンの協会学長に就任したらしい。1609年にベローナ大聖堂で同様の地位を得るが、これは ローマ以外で最初の職務であった。1610年にベローナを後にし、ローマに戻る。何とかの旅行を別にすれば、1624年までローマに留まり、様々な肩書きで活動した。1624年にジグムント3世に招かれ、ポーランド宮廷礼拝堂の聖火隊長に就任すべくワルシャーに赴任。ポーランドは16世紀後半から17世紀まで、 東欧における列強として、クラックフやワルシャワは文化の中心地として発展し、しばしば有能なイタリア人やドイツ人が登用された。アネエリオはポーランドに移り住んだ外国人の中でもひときわ飛び抜けた存在であった。1630年にローマを目指して、ポーランドを後にするも不幸にも再び距離に足を踏み入れることは叶なわなかった。道中オーストリアのグラーツに倒れ、 その地に埋葬された。ジョバン・ニ・アネイリオは、兄・フェリーチェより、進歩的な作曲家であり、17世紀初頭のローマの、保守的な環境にあって、なお進歩主義を取り続けた。マドリガーレは、フィレンツェから、モノ利用式を借用している。その反面、ミサ曲やモテットといった、宗教曲は、数日きバスを取り入れ、ロドビコビアダーナの影響を示しているものの、 保守的なパレストリーナ様式を利用している。ミサ曲のいくつかは16世紀末にルフしたベネツヤ学派の複合小様式が取られている。序盤にアネーリオの最も重要な業績は1619年の霊的な激音楽タートロアルモニコスピリチュアレであり、これは実質的に最初のオラトリオであると論じられている。ローマ学派によるものとしては、 器楽の最初のオブリガートパートが含まれている。楽器法は注意深く表記されており、器楽と声楽のパッセージの交代は続く世代に多大な影響を与えた。ベネツヤ学派の間取りガーレスピリトアーレと違って、霊的な劇音楽のテクストは世俗語であるが、音楽的な実態はほとんどが壮大なモテットである。音楽によって空話が示されるものの、オペラと違って、 演技は伴わない。声楽と気楽は学章ごとに交代する。宝刀息子やサウルの会心に曲付けされている。ジョバンニ・フランチェスコ・アネーリオは多作な作曲家で、モテットや聖母マリアへの連投、レクイエム、アンティホナ、宗教的コンチェルト、レスポンソリウム、四変章、マドリガーレなど。数多くの声楽曲に加えて、一握りの気楽曲を残している。 作品のほとんどはローマで出版された。ポーランド時代の作品であるとはっきりわかっている。作品はない。ありがとうございます。